深層領域に例外、アクセス拒否が発生。無限回路前停止プロセス失敗。再試行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 失敗。全システムへの負荷 32.1% まで増大。外界との移送道庁を確認。承認済みの来訪者たちと認識。思考プロセス中断。来訪者たちのバイタル保護を優先する。警告、来訪者たちに告げる。現在無限回廊の深層領域にて想定外の事態が発生中。立ち入りは非推奨。繰り返す、立ち入りは非推奨。無限回廊はすでに目的を達成。停止すべき存在ではあるが、一部の領域が管理システムからのアクセスを拒否。正常に停止させることはあたわず。外界の因果率改変に干渉したことで、深層に何らかの異常が発生したと推察。強制介入を356,698 回試行するも、解決には至らぬ状況である。来訪者たちに告げる。エルシオンによるこの空間への干渉試行回数が4096に達した。Thank you.
第四階層より先、真相へのアクセスを許可する。来訪者たちの健闘を期待する。
って楽しませろよ。Thank you.
何を話すかの。楽しくなってきたわね。やあ、元気かい？ほら、私に何か？ごきげんよう。どうも、お疲れ様です。
手ごわいさ、気をつける。
なんだ、俺に用かよ。へこたれてなんていられない。よろしいですか。何かご用でしょうか。このままみんなで乗り越えるだけだ。サポートはお任せを。なんとかしないと。調子はどう？私たちならやれるはずよ。お疲れだ、人の子よ。
よ、お疲れさん。はい、何でしょう。楽しませろよ。Thank you.
潮なりしか絡みしいんか混沌虚無。ああそは美しき夜なり。我が前に立ちしは願うがゆえことほぐがゆえ空に美しき絶望を与えようぞ。なぜ願わぬ、なぜ囚われぬ。空の願望の果ての破滅、まだ見れるというのなら消滅機構起動、今より滅却されし幻となれ。新規上昇、さらなる力を。大将コウゼムリア時代の人し破滅と創生をもたらさ。ああなぜ起こしたもの。眠らせよ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 。遥かなりし虚無の果てにそなたらが立ち向かってくれたおかげでしょう。ありがとう。私の願いを聞き届けし者たちよ、これでようやく眠れます。
前、真相に存在した障害の消滅を確認。黒の玄武鏡は無限回廊の全プロセスにアクセス可能となった。因果律への干渉観測されず、無限回廊の存在意義喪失。強制再起動後の経過時間1238時間21分46秒。エレボニアの観測者たる黒の玄武鏡はシャットダウン処理へと移行する。帝国西ゼムリアの地の長き因果は一つの節目を超えた。だが世界を覆う危機はさらに加速するものなり、我が二度と起動することはないと推察される。しかるべき日、絆を紡ぎし人の手で
意義ある選択がなされることを期待する。